んこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1911JP、東平戦艦ダイアキツシマ。オブジェクトクラスはユークリッドだよ。SCP-1911JP は、木星の衛星軌道上に存在する1機の戦闘型空中軌道プラットフォームです。当該オブジェクトは、大日本帝国の艦隊再編計画に伴い建造されました。SCP-1911JP は、大日本帝海軍が保持していた混合型に酷似した艦影を持っていますが、その規模は混合型の10倍ほどのものとなっています。また、艦隊中央部には大型の鳥居及び車が確認できます。当該オブジェクトを無人機によって調査したところ、SCP-1911JP の構成素材には、杉、ヒノキが使われていることが判明しました。また、SCP-1911JP の船体下部を常に覆うような形で数万トン規模の海水が絶えず誘導していることが判明しています。何らかの不明な原理によって出現しており、これらの海水は SCP-1911JP の艦隊下部を保護するような形で絶えず供給されています。SCP-1911JP の武装については、現在も稼働が確認されています。所言を、以下のリストに記載します。全長、400メートル。全幅、90メートル。基準排水量、30万トン。四方、30センチ現実崩壊砲12門。副砲、15センチ対物質破壊砲50門。対空兵装、無人式機関銃座200門。対地、対艦兵装、空間機動型一号機雷及び空間魚雷。搭載航空機全艦強対応破式海流星戦闘機雷とどろき50機。主機関東兵式追消滅永久機関8式。主水力機関生艦物質吸引式噴出無機関1機。制動、機動調整副機関、小型噴式姿勢制御装置左舷右舷、合わせて500機。電波兵器、量子通信式空間レーダー2機。人技的施設鳥の石くすの機船及び日の夜技早尾神社。他、食料、水増産用デュプリケーター及びナノマシン式物資製造工場冷凍睡眠施設。以上のデータは、GOC のエクリプス球外宇宙無人航行艦による、複数にわたる襲撃が行われた結果判明しています。GOC 外宇宙艦隊戦闘記録。脅威存在データベースエントリー。脅威 ID、LTE3358、カリバーン、ハイパードレッドノート。認可レスポンスレベル5、即時脅威。概要、1997年の天文学的イベント発生時、当該オブジェクトは突如として出現した。彼らが目標としていたものが出現するまで、木星の内部に潜航していたものと思われる。非常に巨大な戦艦であり、その武装は現在も稼働中と思われる。粛清、注目すべきイベントの時系列。1997年、7月16日、0時32分、シュメーカーレビー彗星が木星近郊を通過中に破壊される。1997年、7月16日、8時39分、小型捜索ドローンが木星近郊を探査。1997年、7月18日、5時17分、探査ドローンが脅威存在を検出。1997年、7月20日、7時20分、イクリプス級無人巡航艦隊が月面基地より出撃。1997年、7月25日16時11分、イクリプス級無人巡航艦隊が脅威存在と戦闘を開始。1997年、7月30日、11時23分、イクリプス級艦隊、通信途絶。1997年、8月2日、9時0分、プサイ任務部隊の登場する巡航艦エリクシル出撃。1997年、8月2日、9時、プサイ任務部隊がイクリプス級のブラックボックスを回収。イクリプス級から回収されたブラックボックスにより、脅威存在はイクリプス級の持つあらゆる兵器の投射に耐性を示したことが明らかとなった。脅威存在に投射された戦力は下記のようになっている。プトレマイオス部門の記録、セクター10所属、ホーレス・ボレス死刑可視官の書類による AOD、アーママンツ・ユーズド・イン・ディスプラクション、破壊に使用された兵器報告。受品化、AOD2712。番号1、指定、1GEN AGB、機材名、GOC 無人巡航艦エクリプス、数量、50。番号、2、指定、1GEN HRG、機材名、家電粒子砲、数量、5。中、イクリプスには合計5門の家電粒子ビーム砲が搭載されており、全艦で静射したが被害は見られなかった。番号3、指定1、1GEN GBU、機材名、空間爆雷、数量、15。中、対象の直上から投下したが、目に見える被害は一切確認できなかった。番号4、指定1、1GEN CTD、機材名、巡航ミサイル、数量、5。番号5、指定1、GEN REY、ジェンオルト、ABJ、機材名、サラマンダーを鉛で固化した対物焼夷榴弾、数量、50。中、対象は木材で構成されていたが、目に見える被害は一切確認できなかった。以上の戦力を投射した。襲撃作戦は50隻の無人艦をそれぞれ25隻ずつの A 軍、B 軍に分けた上で襲撃を実行した。
しかし、脅威存在の装備する対空機関砲で5隻が撃墜、20隻が空間魚雷と搭載機によって撃破され、これによって A 軍は消滅。B 軍は強力な艦砲の一斉射撃により、瞬時に消滅した。再起部門の記録、LTE-3358 の出現とその襲撃作戦の失敗により、世界オカルト連合は政治的な問題を抱えることとなった。襲撃作戦の失敗を受け、財団側が脅威存在を監視するための臨時協定を提案してきたからである。これを受け、事務総長ド、C.R. フィーネは、その要求を受諾することとなった。現時点で、KTE-3358 は財団との共同監視状態にある。また、1945年の敗戦後、財団が大日本帝国海軍から入手した資料によっても、同型艦の存在が判明しています。建艦に至る経緯、SCP-1911JP は西暦1907年、明治40年に、大日本帝国の国防方針が策定された際、当時大日本帝国海軍省傘下の護衛、東兵組に発注された、建艦計画がその基礎となっています。当時、我が国の生態であった大日本帝国は、二度の戦役を経て、さらなる拡張を目指していました。陸海軍は自身の価値を拡張しようとし、その仮想敵国を第一にロシア、第二に米国、第三にフランスと定めました。帝国の国防は、予備物の順序を持って、仮想敵とナシスとしてそれに備う。1907年、明治40年、国防方針。海軍はその主要敵を米国海軍と定めました。その際、帝国海軍に大きな動揺を与えたのが、後に、ダニエルズプランで知られる米国海軍の海軍再建計画でした。また、英国も強力な艦艇を次々と収益させていました。その際、海軍から提出されたのが、88艦隊構想です。大日本帝国海軍は、日露戦争時に建造された臨時建造費によって初の国産戦艦、薩摩と秋を持っていました。しかしその性能は、英国のドレッドノート級戦艦の収益によって時代遅れのものとなってしまいました。それ以降も、英国は当時において強力な戦艦群を収益させ、大日本帝国海軍はそれを超える性能の艦艇の建造を模索し続けました。建艦及び設計思想。1907年に打ち出された艦隊再建計画は、当時の我が国の頂上行政にも大きな影響を与えました。海軍は、当時日露戦争の軍需品の下請けを行っていた業者の一つである東兵組に目をつけました。これらの組織は、大日本帝国が行ってきた日清、日露戦争の対頂上作戦において有益な技術開発及び陸海軍への供与を行っており、海軍からの信頼を得ていました。海軍省は東兵組に、単艦で巡洋艦及び砲艦群を圧倒することが可能な戦艦の建造を命じました。当時設計された軍艦は、当該オブジェクトの規模と比べれば、ごく小さなものでした。トン数及びその規模は、当該オブジェクトの10分の1ほどであり、その仕様は日本初の国産戦艦薩摩、秋とほぼ同クラスのものとなります。海軍はこの性能では満足せず、再設計を命じました。しかし、その後は88艦隊計画を進めるにあたり、その先鞭として4隻の混合型戦艦を購入しました。これにより、東兵組の戦艦設計は頓挫し、一度凍結されることとなりました。東兵組の技術者たちはその状況で、なおも戦艦の設計を継続していました。東兵組は艦船の設計のため、早々期にあったプロメテウスラボとの接触を行うため、欧米に技術特派員を派遣した形跡が確認できます。しかし、プロメテウスラボからの技術供与については不成功のうちに終わったものと思われます。これは、第一次世界大戦と並行して発生していた第6次オカルト大戦による政治的な判断によるものであるというのが、現在の定説となっています。投入した技術特派員は、ドレッドノート級の視察によって、建艦に対するヒントを得ていたものと思われます。東兵組の技術者が軍令部に提出した設計の一部を参照したところ、その設計は中間砲を廃止し、その分確保できた搭載量を大口径の四砲に回すことにより、四砲の威力及び搭載数を高めるとともに射撃管制を効率化するという四砲を取っていたことが判明しています。また、四砲を艦の中心線上のみに廃止、タービン機関を採用する四砲も取られています。しかし、近代的な大出力のタービン機関の製造にあたり、東兵組が要求した資材の要求を、軍令部は拒否しました。これにより、タービンの製造は一度頓挫したと思われます。また、東兵組は自社製戦艦の有用性をアピールするべく、軍令部及び艦政本部隊長上下との交渉を粘り強く続けていました。しかし、当時の担当者は彼らの要請を拒み続けていたということが、当時の記録により判明しています。しかし、東兵組の提案を聞きつけ、それに対して賛意を示す人間もまた存在しました。それが、金田秀太郎中佐です。彼は50万トン級の戦艦の建艦計画の副案を持っており、東兵の計画にも大いに賛同していたということが、当時の記録に残っています。これにより、東兵組は海軍との交渉の窓口を得ることに成功しました。
東兵組はそれから7年間の長期にわたり、軍令部との交渉を続けることになります。この状況が急変したのが1914年1月のシーメンス事件でした。この事件の影響により、日本海軍は軍備の国産化を進めることを余儀なくされました。さらに、7月には第一次世界大戦が勃発しました。大日本帝国は局外率を保ちつつも、第一次世界大戦の発生に伴う軍事技術の飛躍的発展を目の当たりにし、海軍もまた、高性能な軍艦の建造を模索することになりました。なお、英国は1914年の時点においてドレッドノート級及びクイーンエリザベス級を建造し、米国はネバダ級戦艦の建造に移っていました。それに対抗するため、要求される性能は1907年よりもさらに高いものが求められていました。軍令部はこれを受け、東兵組に再度の軍艦設計を依頼しました。その設計方針は以下のようなものです。1、英国及び米国の戦艦を上回る規模のものであること。2、強靭な装甲を持ち、クイーンエリザベス級の 38.1cm 及びネバダ級の 35.6cm 砲に耐えうるものであること。3、大水力の主機関と推進機関を備えていること。具体的には20ないし25ノットの速力を持つものであること。4、大口径の砲及び対空兵装を持ち、対空見張りを容易にする何らかの装置を備えていること。5、海洋での長期活動に備え、十分な養殖を賄う何らかの手段を持つこと。なお、東兵組からさらに一つの追加案が提示されました。6、敵航空艦隊、1914年当時においてはドイツのLZ式飛行船群を指す、への対抗手段を持っていること。これは、当時の東兵組にとって非常に課題な要求でした。管制本部隊長城川もこれを承知していました。この課題な要求の裏には、長年にわたる東兵組との交渉を終了したいという、管制本部側の思惑が含まれていました。しかし、東兵組はこの要求を受諾し、艦艇の設計作業に入りました。その際、東兵組は管制本部に対する資材の要求を行っています。海軍軍令部宛て、新造船艦建造に関する資材の要求の件について、艦の資材として以下を要求するものとす、材木。トン、以上、東兵組。設計の変更。1915年、東兵組は艦の主機関を製造すべく、管制本部に資源の要求を行いました。しかし、東兵組は資源の確保の交渉に失敗していたということが記録に残っています。その後、東兵組は収集員から離脱した長城カルトから人員を集め始めました。特に、当時収集員の補完的な役割を務めていた御用結社へと接近し、人員の帳簿を行っていたことが明らかとなっています。東兵組は要求された性能すら不十分と判断し、その設計を独自のものへと変更したものと考えられます。この動きに対して、収集員が残した当時の資料が残されています。東兵組、この穂の目神社の練り氏の血筋にあるもの、およそ十数人集め、何らかの儀式を行っている模様。血の株土の勘定を行っているものと推察される。また、これらの人員は、御用結社に連なるものである。彼らは琵琶湖のほとりにて艦船と重きものを建造しているものと思い、現状、こちらに対して慎重な観察を要す。しかし、海軍管制本部隊長城下の干渉あり、観察は十分なものとならず、さらなる人員の派遣を当職者要望す。大正5年、4月5日、収集員、阿部知。最終設計、東兵組が軍令部に提出した入札書の一部が、公文書として保存されていました。以下にそれを示します。血の株土の勘定に成功す。これにより、東兵式永久機関8式は完成となる。機関を中心に、船体構造の構築に移る。船体は木材にて構築のようあり、我々の加工技術をもってすれば問題なく達成可能であろう。鳥の曰く進め神の艦上については、御用結社との連携により成功が見込めると思われる。装甲についても十分解決可能。関係については、二柱の神を下ろすゆえ、巨大なものとならざるを得ず。兵装及び船内の生存環境設備についてだが、これは東兵のライブラリを使用し、設計と製造を行う予定である。不正のごとき行為に思われるやもしれぬ。事実ライブラリの使用に現場からの反対の声あり。しかし、我々は軍令部が望む以上のものを作り上げねばならぬ。また期限も迫りつつある。他に取り入るべき方法なし。現場を説得する必要あり。これほど注意深く設計された船ならば、プロメテウスの連中も容易に作ることはできまい。大正5年、8月、東兵組。以降、1914年から1916年に至るまでの軍令部と東兵組の交渉記録は、ほとんど残っていません。1945年の敗戦時、焼却処分されたものと思われます。しかし、東兵組が当該オブジェクトを完成させたことは残存資料からの推察で間違いのないことだと思われます。公文書館には管制本部隊長城下が残した資料が保管されており、財団は1945年にこれを確保しています。東兵組より知らせあり、琵琶湖のほとりにて我驚愕す。かの怪物はその異様を称え、そこにあり、あまりにも巨大。しかし、琵琶湖に浮かべたものを、どのように移送すべきや、我、東兵の義士に問う。
騎士曰く、当艦は飛行能力を有し、ゼッペリン級の飛行船団にも対処可能、とのこと。あまりにバカバカしい。だが、彼の船は実際に飛んでみせた。大正6年、7月5日、管制本部隊長上下、浦部利通大佐。浦部大佐の報告を、管制本部は、非現実的、と受け止めたと思われます。それ以降の記録は確認できていません。しかし、浦部大佐の日記から、オブジェクトの辿った経緯を確認することができます。騎士たちとの交渉難コース。何やら、騎士たちが騒いでいる、との報告あり。即距離に奇妙なものが映っているという。騎士の報告が真実ならば、蚊の船、即距離波南光年も先の小惑星の影すら観測可能という。にわかに信じがたし。しかしながら、まずは彼らを、落ち着かせねばならぬ。大正6年、7月6日、管制本部隊長上下浦部利通大佐。我、驚愕す。即距離を見た、そこで騎士たちの観測が正しきことを確認す。これが正しいのであれば、我が帝国が来たるべき戦に勝とうが負けようが、この惑星は滅ぶ定めにあり。騎士たちはそれに備え、人を集めるよう、我に進言す。いかにするべきや。大正6年、7月6日、管制本部隊長上下浦部利通大佐。集められる限りの人材を集めた。ほとんどが若すぎ、あるいは年老いている。騎士たちが用意した冷凍睡眠装置にどれだけ耐えられるやもわからぬ。だが、行かねばならない。蚊の星を落とさねば、帝国に、人類に未来はない。この式は残して行こう、家族にだけは真実を伝えねばならぬ。とも子、私は明日、ここを去る。だが、それは人類すべての明日のため。君と、そして君のお腹の中にいる子のためだ。私を身勝手な男だと、なじってくれて構わぬ。だが、私は行かねばならぬのだ。大正6年、10月15日、管制本部隊長上下浦部利通大佐。ホイチ、西暦1917年10月、サイト19は日本から飛び立つ巨大な飛行物体を観測しました。それは第二宇宙速度で地球を飛び去りました。その後、1997年にシュメーカー・レビス衛星が観測され、木星軌道上で破壊されたことが確認されました。この天文学的イベントには、カバーストーリー、木星への衝突が流布されました。ホイに、SCP-1911JP は、現在木星軌道上を周回しています。現在に至るも、SCP-2399 との戦闘は発生していません。外宇宙支部はこれを受け、現在監視プロトコルを実行中です。また、戦闘が発生した場合に備え、外宇宙支部はこれを抑止すべく、戦闘能力を保持する外宇宙航行艦の増産体制を進めています。以上です。いかがでしたでしょうか。それじゃあ、最後にこのオブジェクトを簡単にまとめるよ。1、SCP-1911JP は、他国からの攻撃に備えて東兵重工の前身である東兵組が御用結社らと組んで作成したもの。2、SCP-1911JP には火の神である火の神土と船の神である鳥の岩くす船の神の2柱の神が下ろされている。3、SCP-1911JP は SCP-1912JP 内でタイムリープを繰り返し設計、製造された。4、SCP-1911JP は、1917年に彗星を破壊しに飛び立った。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。